ちょっとお題バトル的なのをやろうかな。いいですね。いう感じなんですけど。懐かしい、そういう感じ。はい。うん、そう、でも普通のお題バトルは、俗物どもがもうやってるんで。ああ、なるほど。二番煎じ。いろんなね。そう、二番煎じなんで。面白くない。ちょっとしりとり的な要素を入れようかと。しりとり？はい。新しい。はい。とにかく前の人がやったトリックの、何かを踏襲していただくと。はい、なるほど。ただ、はい、回転数が下がるようなことはやめましょう。どんどん盛り上げていくってこと。そう、どんどん上がっていくしかないという。じゃあ最初に5とかしちゃうともう後がない。めっちゃ難易度高いじゃないですか。どんだけ早く勝負を終わらせたいんですか。長くは続いた方がいっぱいお金入ってくるんじゃない。そんなもんはね、いくらでもどうにでもなるんですよ。最後に猫の動画でもちょろっと入れておけばね、なるほどね、尺なんかいくらでも伸ばせるんですよ。え、ミスったら、はい、またリセット最初からという感じになります。あ、なるほど、はい、どうやったら勝ち負け決まるんですか。どうします。何罰とか数件にします。あ、まあ、トリックをミスったらっていう。3罰にしますか。しりとりバトル。うん、しりとりバトルですね。いや、いいですね、いいです、はい、やりましょう。ちょっとやってみましょう。はい、はい、最初はグー、じゃんけんぽい。チーです、チー。分かんない。最初はグー、じゃんけんパー、あいっこでパー。はい、先行？先行ですね。 OK、 分かります。さあ、これでいきなりミスるのか。さあ、インディーグラブ。ここから私がどう発生していくのか。はい、じゃあ方向インディーしりとりお願いします。フロントサイド180インディー、このどれかをですねなぞっていただきます。なんと、ノーズテール。ノーズテール、ノーズテール。まあ3にしてノーズテールをするのか、もしくはスイッチ B1 のノーズテールとかね。センスがまあ問われるところという感じでありましょうか。高校ジョゴさん、お願いします。フロントサイド360ノーズテール、どれかのしりとりになります。3投手バターからの、はい、バタートゥーキャブ3バックサイドバター。やば、それはやばいぞ。うまー、そうなってくると私はもう次やるのはもう決まってきますね。バターからのフロントフリップですか。はい、わかりました。高校チョコバニラボール洗いお願いします。不明不明。じゃあちょっとこのままじゃ、勝負つかないんで決めにかかります。まあなんとかね、ついてきてますね。はい、どっちかというと今僕が攻めて後手に回ってる感じ。後手に回ってますね。はい、フロントサイドバターからの、はい、ノーリーバックサイドコーク5。フロントサイドバターからのノーリーバックサイドコーク5。あら、了解です。踊れさせてやんよ。とどめを刺すとか押さえております。この間富山で人間魚雷になった技。おっと、これは足りない。
おお。攻めた結果一発食らいました。岡本さん、攻めるときは負ける確率も増えるということですね。ちょっと勉強になりました。自爆ですね。しくしょー、これ俺1負け。はい、これさ、もう2罰にしよう。負けは2罰にしよう。意外に続くわ。わかった。じゃあ第2戦目いきますか。はい、じゃあこれまたストレート戻るんですよね。うん、リセットです。オッケーです、オッケーです、はい、じゃあ先攻、今度チョコさんですか。わかりました。では技の指定をお願いします。ステイルフィッシュ。ステイルフィッシュ、ありがとうございます。これは意外に怪しい。ちょっとまくられてなかったですか今の。ですね、すごくヒールにランディングで乗ってらっしゃるように見えたんですけど、まあ編集で立つんで。いやいやいや、まあ、そこはこう自分で立てたか立ててないかっていうのはやっぱ判断するのがやっぱプロだと思うんで。練習で立つんでダメでした。ありがとうございます。早速一発目で罰がつきました。ありがとうございます。これじゃあもうラストの戦いになります。ラストですね。もうすでにラストです。オッケーです、オッケー、そうなります。いきなりクライマックス。よし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 、はい、ボードスライドからの、ボードスライドからの180返し。ボードスライドからの180返しってそれ着地できなくね。ボードスライドからの27返し。あ、27返し、はい、ボードスライド27アウト、はい、なるほど。このリップをねボックスに見立てて、そうです、ラストでございます。どちらがこの T シャツにふさわしいのか。オッケー、ヒエヒエ。プレッツェル27。さあプレッツェル27を出してきた。絞り切ったわ今。今のはあのトリック的にもメンタル的にも絞り切った。なるほど。ボードスライド、ボードスライド、フロントフリップ270。いや450じゃないですか。450、はい、わかりました。ボードスライドで2引っ掛けて450でスイッチ着地、はい、かなり難易度の高い技ですよ。ではボードスライド2フロントフリップ45お願いします。わー、すげー、マジで。おー、チョコさん、これちょっとニュートリックを。さすが、まさかの起死回生をパーフェクトストンプ。岡本に残った選択肢は少ない。ボードスライドからの、はい、アンダーフリップだ。ボードスライドアンダーフリップ、この発射角でアンダーフリップ。さあさあ、ウィーライドフォーエバー、ウィーライドフォーエバー。おナイスメイク。すごいのを出してきました。やべえ、起死回生を起死回生で返された。よし、一気に追い詰めた。やりました俺。ボードスライドからのアンダー45、これでもう勝ったんちゃうかな。もうあのだいぶ排水の陣なんで、彼は心なしかムーちゃんの元気もないように見えます。ムーちゃん、ムーちゃん、ムーちゃん、普段はこんな感じなんですけどね、モコちゃんなんかね、こんな感じになっちゃう。さあどうしようかな。もうごめん、もう正直トリック名が分かんないんだけど、はい、流行りのここからの、あー横にね、これ、はい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 、はい、おお、41歳、42歳でしたっけ。41歳です。41歳がイメージ力を働かせてます。ロデオ45アウト、ロデオ4、それは流行りのやつです。
それはね、そうか、キャピタとか乗ってるやつができるやつですよね。そう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 、はい、集中しております。これで勝負が決まるのか、道の扉を開くのか。チョコバニラボール、運命の4本目、にゃんにゃん、トロップ。あはは、惜しい惜しい。今のは近い。あー、元気ないですね。ムーちゃんと一緒に下向いています。足りなかったですね。540アウトになりましたね。540アウトでしたね。はい、真横でいたが、今の判定は、アウトです。ありがとうございます。ということで、はい、起死回生を起死回生で返された、はい、激アツのラストバトル、起死回生バトルでしたね。起死回生バトルでした。今回の勝者は、はい、岡本圭司さんでした。あっ、にゃんにゃん、じゃあ、にゃんにゃん、ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございます。いや、でも良かったですね。あの、意外にさ、うん、スモールやけど、こう出せる、ね、結構ポテンシャルが引き出せるスモールキッカーと、うん、そうですね、はい、ということで、このスモールですが、楽しく遊ばせていただきました。良かったです。しりとりバトル、しりとりバトル、またやりましょう。またやりましょう。次ビッグとかで。あ、そうだ ね、 ですかね。ビッグで今のトリックとかやってくる、はい、恐ろしい。